はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、キアレです。今回も、戦国バスターやっていきたいと思います。今回は、サラダ雪村使っていきますので、見ていてくださり、ね、親方様、すいません。はい、さあ、上杉川中島の合戦はやってないんで、とりあえず川中島の合戦いきましょう。サラダ雪村、いざ参る。いざ参る。でね、ちょっとね、裏で一回使いました。で、レッカーと大車輪ですね。で、まだこっちの方が強いね。で、いきましょう。経験値アップの装備品もつけます。さあ、おお、やばっ、すごっ。それキリッてしてる。お、きたー、殴られる。あ、これは、このパターンはやっぱり。もう芸術よね。こんな飛ばされたら、雪村よ、邁進するな。十分の勝ちが後の負けにつながると知れ。親方様、それでこそ都に御旗を立てる男にあります。若いね、雪村。親方様、雪村、親方様、雪村、親方様、雪村、親方様、雪村。お、サスケだね。雪村、親方様、やれやれみたいな感じか。はぁ、あ、やれやれ。言った通りになったわ。はい、お、これはアニメバージョンですね。お、武田軍ですかね。あ、武田軍ですね。さあ、わ、なんか上から来てるよ。おかしいやろ。いやいやいや。どうなっとる。どうやってすな。雪村、分かっておろうな。風林火山。いや、なんか、おお、どっから登場するね。おかしいやろ。お前らどうなった。宇宙から降ってくるのか。お前転生するんか、お前。そうやって上から。分かっております、親方様。いや、なんやねんそれ。でも紋章みたいにつきましたけど。お、すごい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 。これが、そうや、これが武田軍秘策、キツツキ戦法よ。あ、キツツキ戦法ね、知ってますよ。だが、相手はあの軍神、上杉謙信。うん、さて、どう出るかね。さて、どう出るかね。あ、カスがいるんだ。あの男が来る。さあ、いや、静かなイチャイチャやめてもらって。いやいやいや。皆の者、いや、何だった今の。毘沙門天の加護像ある。いやいや、何だったのよ。はいはい、ちょっとツッコミどころ満載ですが、まあ、これがバサラっていうところでしょうか。さあ、もう進軍かな。お、急に画質良くなるよ。はい、川中島の合戦。慢心するな、はい、相手はあの謙信殿だ。私は本陣にいますよ。今どこだ。あ、こっちか。はい、上杉謙信を倒せ。
はい。で、いや強いな。この戦負けん。ここをラスクして戦え。この劣化が。おい。ラモ残力でいくぞ。よいしょ。レベル何本もなアップしてる。やらなければ。我らにご加護。よし。これ以上は進ませる。はい。なんの、まだまだこれからでござる。雪村はリーチが広いから強いな。なんとこちらが押されているのか。押されてますよ。やだ。案ずるな。私がついています。強いやつがいるぞ。はい、大車輪。そう、はい、十分気持ちいい。首を取れば俺も対象だ。難しいね、これ。ストーリー2周目するのもありっすね、やり込みとしてはね。ここ通れる？いけたいけた。え、馬があるんだけど、これ馬乗れるかな。乗れる。早い。速っ、馬。うわ、めっちゃ速い。よし。くそ、やるしかない。はい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 。あ、いいね。いいね。私を追い込んだ。やれ、その無礼者を仕留めよ。ハンマー野郎が強いんですよね。あの方が私を見ている。そう、皆の者。よし、恐れるな。奴も人の小僧。はい、俺の友が。私の剣の届かぬうち。私の剣の届かぬうちに猿。あれ、名前出なかった。ここまで来るぞ。春日は？春日は？何？我が心、熱く燃える。必死らしい、頂戴いたす。エイト戦士、サーロの滅ぶはあなた方です。親方様に代わりお相手つかまつる。どきなさい。お前ごとこの目に映ります。お前が私の死。よし、あれ、あっさりやられたな。何、あの方もここにもいない。
私あの方を守る。なんだと私に守るものがある。分身あ化けてたってことか、はい、いやマジか、パスが、あいたいたいた、なんという策、なんという策です。怖い怖い怖い、本陣を守れ。なんて強さだ、味方があんなに。どうしてもさ、レッカー R1 落ちちゃう。時すでに、レッカー強い。これが飛躍というの。分身の再配思い知ったか。おーい、いていて、今までは早くに踏み、お次ください。よし、指一本触れさせてなるものか。ヘイ剣神様、剣神様、よしよし、春日、もうでもさ、私の美しき剣を、いやサスケはいるのに小次郎はいなかったんだな。見てるじゃん、拙者で構わんか。援軍はなし、拙者もここまでか。これは勝てねえ。で、馬強え。まあ馬強いわ。マジ引き逃げだわ。何としても。わしが見ておるぞ、雪村。よ、我が軍苦戦しております。クソクソクソ、なんとぞご分を。全然拙者もここまでか。拙者とか言うな、お前ら、お前ら足柄のくせに、お前癖強えって。今までは我が軍振り、お急ぎください。なお、あげたかった、なお、あげたかった。はい、私の腕の中で、かっこよ。なんでバッとしたの。決戦である、速やかに全て仕留めよう。これが軍師、噂以上の力。雪村様、拙者で構わず。早っ、我が心熱く燃える。怪しい、拙者もここまでか。普通でもこの難易度さ、100人力です。やるやん。落ちる、てめえあれば返そう。おお、これは強い、強いな、剣心。これだかも地獄の底。はい、お館様、果たしてみせましたぞ。おお館様、おお館様、お館様。開封、お、新しい、あー、バサラ状態を満タンにして出撃と。なるほど、あ、いいっすね。経験ジャンプ 2レベ上がるんで。さあ、もう一戦も行きましょう。よし、 OK。
あ、いつきが伊達流進行、今川織田流進行、撃破長宗我部、元近もいるのか。ああ、まさめても持ってないから行こう。なんていうのこれ。この雪村、存分に働く所存。はい、まあそう。お、待てよ。はい、ああ、はい、どこまで貯めれるかな。音楽いいね。悪いね。悪いね。あんたの首もらいに来た。いきなり6層。上等、かかってきな。上等。欧州人と伊達政宗押してこい。水産全然ロックそうだよ。独断流殿と受け出す。我が槍受けてみよう。おやおや、これまた大技を取って。さあこれからがパーリーってやつだ。おお、めっちゃ飛ぶんだけど。どこ行った？あ、おっとっと。めっちゃ飛ぶ。絵でもね、押し返す。我こそは真田源氏の雪村。おー、やべ、ガード、ガードがこっちだからわからない。L2 じゃないからさ、 R2 だからむずい。はい、あー、これあれね。あー、やるね。引かせてもらうか。なんと伊達政宗逃げるというのか。刺激いたしましょう。待て、こやつを政宗様に近寄らせるな。敵に背を向けるは武士の名折なり。ここは我らが食い止めます。武士の盾の手が大将首が逃げるぞ。おい、はい、政宗様は拙者が守る。主君のために死ぬ覚悟はできておる。おめえら、止めてみせろ。伊達軍の意地にかけて。まずそしたらだけ、いざ、続け。おめえら、持ち場を墓場と吠え。これは昔から変わんないんだな、この方式。独眼竜は砦に逃げ込んだか。上等だ。はい、あんた上等だ。一気に行くぜ。悪い、ここまでは何分なんだ。来た、おめえら一気に行くぜ。我が心、我が心、はい、首を取れば俺も大将だ。でしょう。かかってきな、かかってきな。やばい、矢に当たるとどうしてもひるんじゃうから、なんかひるい向こうとかないかな。さすがにないか。
まだまだこれからでございます。先行花火って我が武田が力はこれからよ。行くぞ。今回は退屈せずに済みそうだぜ。一本一次に生まれる時は はい、OK です。お館様、お館様、果たしてみせましたぞ。全然レベル上がんなくてまあそんなもんよね。まあ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 、そんなもんっすよね。はい、まさめで撃破しました。はい、毛利家へ進行。いや、撃破しました。家康まだだよね。じゃあ次回家康行きましょう。では今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。